した空爆説を発信したジャパン BID が閉鎖しているようだ。ツイッターアカウントも検索できず削除されたものと思われる。このサイトが発信した 4.27 北空爆説が韓国ネットを駆け巡り、株価にも影響を与えたとされている。韓国でも JTBC や SBS などがこのサイトを取り上げて糾弾した。日本人が読めばおそらく個人の一意見だということがわかるだろうが、すっきりとしたウェブデザインとジャパンビズという一般的なサイト名にメディアではないかと勘違いされた。内容についてもツッコミどころは大いにあるが、韓国メディアもツッコミどころたくさんなので彼らは十分なクオリティだと判断したのだろう。何段落にも分かれていて表も駆使してそれとなく読んでいるとそれなりの説得力はあった。ちなみに同時期に米軍が戦闘準備が完了し戦闘態勢に入ったという米大手メディア NBC の生放送も韓国メディアにフェイクニュース扱いされた。そして産経新聞が報じた中国人民軍15万が中朝国境付近に大移動したというのもフェイクニュースとして挙げられている。これに関しては中国が正式に否定した。ジャパンビズがどのような経緯で閉鎖に至ったかは明らかではないが、個人的な分析が韓国中を揺るがすとんでもない噂となり、なぜか批判の矢を受けることとなった。確かにこの記事が発端ではあるが、それを本物だと勝手に勘違いして事実だとして広めたのは韓国ネットであり韓国メディアである。それがフェイクニュース扱いされて国際問題になり閉鎖にまで追い込まれるとはね。ただネットの世界は公式の場である。個人のつぶやきといえどそこには責任が存在することになる。世界に発信するというのはそういうことだ。それでも誹謗中傷でもなく個人の見解を述べただけでフェイクニュース扱いというのはいかがなものか。特にジャパンビズを擁護するつもりはないが、韓国社会の異常性の方がより大きいのではないか。韓国政府やメディアは今回の事態に関して平静を装っているが、それに対する不満、メディアへの不信を一般国民たちは感じていたのである。だからこそこうして騒ぎになったのだ。大統領選挙時局が絡んで自由に発言しにくい雰囲気はわかるが、警戒すべきこの状況について正しく報じることも考えられないのなら政府や軍、メディアもお粗末である。チャンネルの登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面外のリンクから登録が可能です。またよろしければ